関係ないよ。ここも前いたやつやもん。前いた幻影があったけど、もうジジイおらんやろな。誰かいるやん。なんやねあいつ。ちょっととりあえずこう鬼も取ろう。なんかいいんやけど。休憩場は死んでへんし、あいつなんやね。なんかいいんやけど。二人もいるしょって。なんだこいつら。関係ないかな。あ、出れなくなってる。ちょマジかよ。出れなくなっとるやんけ。おい、ちょ、また？ちょ待て。お前忍殺したかったの。忍殺案件やろ。一緒のタイプかな。意味て。はい、お前のパターンこういうやつでしょ。時間かければいけるやつやろ。あなやろ。よし、いけるいける。こいつこいつ、あ、ちょタギカメ外すのやめろ。危ない。うわ、痛い。もうそのタイミングで分かってんねん俺は。アホ。ちょそれ出した瞬間でしょ。それでしょ、分かってんだよ。お前のパターン分かってきた。よし、はいはいはい。ただ忍殺決めてこいつ。え、痛い。そんな飛んでくんの。グリーなお前。あ、バカ危ない。バカ体得になっちゃった。間違った。もう薬、俺ひょうたん飲みてんだよ。ほんとこのアイテム選べねえなこのゲーム。本当アイテム選ぶのがクソのようにやりにくいゲームだ。あぶね。アイテム選ぶのがクソのように難しいゲームだ。うわっ、負け。待てめちゃくちゃバカ。ちょどこに当たってんだよ。もう当たってる場所が見えねえんだよこの野郎。死ぬじゃねえかこの野郎。このタイミングだよ。当てんの。あのタイミングなら分かってんの。ここどうかん。これ走りじゃ絶対にかませない。もうまたこれ薬になってる。もう本当に合わせにくいわ。本当にひょうたん合わアイテム合わせにくい。こんなゲーム初めてやわ。体幹削るか。うわー、これ無理だ。ジャンプされて止まる。よし、はい、あかん、もらう。これジャンプ難しいな。痛い。あいつ、くぐつにしたらよかったかもしれんな。一体、何それ意味てかよ、それが意味てってやつか、お前の。いちょ、危ねえ。あー、何だそれ。なんだよ、その技。ちょっと、本当アイテムクソ使いにくいわ、このゲーム。これあっちの方がいいかな。こっちの方がいいかな。不思議の方が。よいしょ。うわ、3発それ。ちょっとあんまアイテム使い方が使い、まあまた変わった。もう使えねえね。このモンハンムって絶対無理このゲーム。こんなうまくできねえ。絶対できねえわ。うわ、ダメだって。ほんともういつの間にか変わってるし、ほんで選んでる間アイテムを。ほんとにクソだわ。ほんとクソだわ。体幹直されるやんけ。
来た、よし、ダッカイ。お前多分大して強くないんだよ、絶対に。よし、ちょっと待って。よし、大変だわ、体勢立て直し。回ってくるくるしたらいいんかな、回ってくるくるだけでいいんかな、意外に回っていくだけでいいんじゃない、回ってるだけで当たらへんねんけど、回ってるだけで当たらないんじゃないこいつ。え、結構当たらへんの、これだけ当たらへん、ほら弱いぞこいつ、弱いやん、分かれば弱い、あ、弱い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 、こいつ全然弱いわ、いけるいける、直進に強いだけやこいつ、直進に強いだけで弱い、回られたら無理なやつやこいつ、やべえバカ、危ない、アホ、ちょっと買いな、やめろボケ、回復薬ないんだよ俺も、勝てるからこいつ、勝てるからこいつ、絶対に弱い、こいつ弱えわ、回ってたんや、ちょっと危ない、ずるい技すんじゃねえよ、まあこれ滑るのやめろ、滑るのやめろ、滑んなよってスライディングやめろ、スライディングやめろ、スライディングやめろ、来た、お、行ってる、来た、わしあった、弱かった弱かったやった、初見突破、くるくる回っていらいける、こいつ初見いけたな、よしよし、倒した、くるくる攻撃だったな、よっしゃ、あのタイプ嫌いだわ、ちょっとじゃあ金は片白に変えとこうか、ちょっとこれはきつかったな、あ、これ口笛使ってねえな、そういや全然、よしよしよし、ちょっと片白に変えとこう、危ないな、はい、286、めちゃくちゃ消費量激しいわ片白の、じゃあちょっとあの源一郎のところにちょっとだけ見に行くか、源一郎のところに何かあるんでしょ、どうせこいつだって影響いいんやな、こいつ絶対にここに、切りはできんや、これ敵あいつやべえ、忍者いるやんそこに、忍者嫌がるな、やべえな、あんまうるちょるしてたやばいな、上がった瞬間始まったら嫌やし、ジジイの部屋行ってみようか、行ったなんかいいのかな、ここなんかあるかな、おじいちゃんなんかくれへんかな、あ、アイテムあった、ラッキー、一心先生、あ、エマちゃんいる、やった、エマ、一心様は私が目を離すとすぐにどこかへ行ってしまうの、マジか、いつもここにおるやろこいつ、全く困ったものです、そうかい、あ、持ってないんか、たではまた、そうか、一心さん、お主か、はい、そろりそろりそれがお主の心配顔か、ジジイはここにいろとエマがうるさい、そうか、ゆえにこうしておるだけじゃ、酒振る舞ってやるかなんか、アシナの酒を振る舞う、これ使ったらなくなるのかな、こんなジジイやっちゃっていいんかな、この酒なんか意味あんのかな、まあなんかちょっとわからないし、行くか、セキロ、なんかこれ酒の使い道はちょっと調べよう、いずれなんかあるやろ、いい感じの使い方が、この家なんねえの、この家来たことあったっけ、わからないね、アイテムアイテム、よしよし、
っとあそこの時に行ってみるか。源一郎と戦ったところに。よし、これ登って前に出んかったら多分いけるでしょ。大丈夫でしょ。なんかおるぞ。何かがおるな。あれ何やね。なんかおるな。何かがおるな。いやー行きたくねえな。というわけでただいま仙宝寺の中堅道に来ております。はい。でここに何しに来たかというと、アシナの城がやばいことになってますけども、ちょっとお時間ありまして、経験値やお金を上げてましたら、で回ってましたら、とあるものを見つけました。はい。それはと言います、このねこの集権度にあったんですけど、あぶね、ダッシュで、ダッシュで米クレババーンとこ行こう。とりあえず一旦ちょっと静かになってもらおう。よし静かになった。ここにおばあちゃんいるんやけどね。あれおばあちゃんいなくなってる。どこ行ったんや。もうこちらにねでかい木があるんでね。でなんでこのでかい木を見たかというとね、向こうの方が見ると実はねちょっと変わったものがありまして、俺が揚げたタコがあんのよあそこに。でタコにマーク出てて何これと思ってたら、これさ鍵爪がいけるんですよ。このようにポンとね。で何じゃこれやと思ってたんですよね。ここをね飛ぶと、はい、こういう風に行けるんですよ。行けたのよこれが。でこいつはまだ喋ってないのよね。でここに仏さんがありました。はい、まあ、こっからはちょっとやってません。おめえか。こうはあのタコで渡したやつやな。ああおかげさんでの、この墓は、こいつは、俺の、ガキの墓だ。マジかよ。見た目全然違うやんけ、お前と。ガキがいなくなった後、何やら急に、ラッパの人が面倒になってな。オチの試しだ、人さらいだ、黒笠の責務だ、この寺は、何もかもめんどくせえ。だから抜けたか。ああ顔見えへんかった。さてとこれで野暮用は済んだ。他に当てもねえし、アシナの城にでも戻るとするかね。墓前に来たんかこいつは。どこだろうがこの寺よりはマシってもんだ。さてとあ、なんで一緒のことか。でねこの先に、はい、落ち田に送ろうかっていうとこあって、おいヘビがいるんですよここに。ヘビが嫌がんだよあいつ。おい戦うんかな。ゲージ出てないのよね。ゲージが出てないんだ。一回行ってみるか。忍殺できるのかな。はっ、あ、いける。どうなの、どうなの、どうなの。あ、いける。どうなの、どうなの、どうなの、どうなの。うわぁ、めっちゃ切った。え、これだけ生蛇の牡蠣、一
人の身にとっては毒となるって、どういうこと？俺の体には毒じゃないんかな。え、これだけ？おお、なんかよく、うわ、落ちる、落ちた。こんな死に方あるか、こんな死に方あるかい。つちょいちょい落ちるの俺。よしよし、これだけか。帰れるんかな。どこにできたんやろこれ。なんや俺、結構やばいことでもあんのかなと思ったけど、俺は押した。あ、大丈夫や。押し、え、何、なんかいんのかな。ただ魚やな。どこなの。あ、これ蛇のいたところか。落ち谷の蛇が、上が橋があって崩れたとこかな。あ、違う違う、そうですよ、崩れて落ちたとこや。あそこ行った、さっきやもん。へえー、ちょっと一旦戻ってみっか。どこに行くんやろ、あそこの先。よしよし、先行けへんよな。落ちたら死ぬかな。死ぬやん、普通に死ぬやん。いや、死ぬんかい。結局結局死ぬんかーい。いや違うに、俺は渡れへんのか。なんやねん、もう渡ることはかなわんのか俺には。じゃあもういいわ、戻ろう。よし、というわけで戻ってまいりました。こいつがいいんだよな。あ、え、マジマジ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。痛い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 。おいおいおい、忍殺できんじゃねえのか今の。どう考えたってダッシュでやべえ。寝る寝るって、休憩。マジかよあいつ。俺金も経験値も全然ないから、まあ死んだところで大丈夫か。マジかよ、バレたんやけど一瞬で。あでね、あの先方陣やって俺金鳴らしてアイテムとかいっぱいもらえるようにしたんやけど、ちょっとなんかやばいことになってるから、これちょっと使うわ。これね、元戻せるんで。アイテムもらえるけど敵が強くなる的なやつね。役払いしたったりして、しこりは。これも聞いたな。でね、ここの上に行くんやろうけど、ちょっと俺はうろちょろしたら、この先に、一心がいたとこね。あんやけど、ここでさ、どっからやったっけな。ここやったっけ。あ、あれ、これ盗み器具っていうのできたのよ。不思議がもう一本あると。己の全てを名前からでも決めること。我が孫なのは命の覚悟。黒の血を変わってるわけにはいかない。刃を震えるのもあと幾つだから。あの方なんだ。できるか。仏教寺らのもどこかに住む。あらつは実にも面白い。というわけで、こいつが天狗やったよね。一心様が天狗やったみたいね。だからちょっと咳したりとかさ、弱ってたよね、あれ。あ、これ気づいてるかな、気づいてなかった。一心があるやったよね、天狗やったよね。黒の巻物、何
これ、なんかあんのかな。伏切りには赤の他にもう一振りある。これ書いてある。あ、俺が持ってるの赤いけど黒があるってことか。じゃあな、よし、じゃあというわけでね、巻物もいただけたし、よかった。全然気づいてなかった、あれ。じゃあそれでは行くんかの。いるんだよなそこにな、なんか。あ、ムービー入りよった。お主のことは、あ、クロウや。よく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる。フクロウよ。フクロウなんや。親父や。義理の親父。企むなど滅相も。こいつが襲ってきたってこと？さあ、我と共に参りましょうぞ。すごい毛の量やな。この袋は巫女様の尊いその恩寵。お守りしたいだけにございます。お主は流因に見入られたか。こいつも死にたくないんや。不老不死ないでよ。話すことはない。去るがよい。はい、すみませぬが。はい、と言いばてん。懐かしきこの眺めをもうしばし堪能した。どんだけ毛量いね。満足しましたら帰ります。えこっち行こう。うわ、出れへんようなってるやん。帰りもできへんのかな。あ、やめることはできるな。逃げる、ダッシュで逃げれるんかな。え、戦闘でしょ多分。外に逃げるってありなんかな。刺してくれんのかなそれ。いやだ、でかいな。どんだけやね、どんだけ身長差なんで。これ北斗の拳レベルの身長差やなこれ。父上、生きておいでだったとは。はかりごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流因を手中にしようと思う。ですが。分かっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。お前が守れてたんじゃないの。捨てる。そうじゃ狼よ、父の言葉に従い巫女を捨てよ。おきてに従い、巫女を捨てる。おきてに背き、巫女を捨てる。巫女捨てたらあかんやろ、これ。いや、捨てまってん。父の言葉に従い、巫女を捨てる。俺捨てにした。これで、よいのだな。よくねえよ。あ、捨てない。じゃあ起きていいじゃん、巫女を捨てるにしちゃった。危ねえ、俺死ねえよ。捨てねえよ、そんな芸道じゃねえよ。捨てない。やはりできます。できぬだと。捨てる選択肢できへんのかな。見流されるなど、なんと情けないことか。捨てないよ、一生選ばされるやつか。どうしたん、うぐぐぐぐ怒ってんの。せがれよ、なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。ああ、急に変わったな、そういうこと。そう決めました。我が主のように
そうか。うぐぐぐぐ。やっぱ刀持った戦うんやこれ。少しは成長しておるようだな。うわ、何使おうこいつ。毒とかかな。狼よ、ちょっと待て、あれにしよう。不思議にしたろ。ちょっと参らないで。めっちゃ喋ってっけど、すげえ喋ってっけど、一人で不思議にして。うわー、火の方が手裏剣だから効かない。飛ぶかな、飛びそうな気、物はあんま使わなそうな気がすんな。月サビ丸にしよっか。これもちょっといいのになってんだよな。これ全方位敵攻撃ガードする。まだ軽い攻撃で受けながら移動できる。炎の攻撃ダメージと炎上の蓄積を防ぐ。よし、これにしよっか。これにしよう。長押し。いきなり走っていくかな。離れよ。あ、よし、ゆっくりや。走ろう。早っ。ガードしてんか。何それ。かっ、いて。いてえな、さ。いてててて、ちょ、ほんと、アイテム変えるときにアナログスティック離さなきゃいけない。この放送方法なんとかしてほしい。これ一撃もかわしてない。おい、なんだよそれ。何それ。やめろ。うー、ちょなんだよ。ちょ間違った。ちょ加算しよう。減るね。よし、結構減るね。いいね。あ、結構すげえ。何それ、薬使えへんであった。何それ、小ずる、小ざかしいなこいつ。だから2発でこんだけ減った。おい、回復ずっとできへんの俺。うわあでもいけそう。でもいけそうな気がするな。